11月5日日曜日10時20分まだ並んでます。初めてじゃないですか、こんなに並んだの。おはようございます。全国500万のパチンコ大好きな皆さん、おはようございます。ウィンウィンジローです。はい、634番。はい、おなじみのフランスパンでホームラン打てません。634番は甲州街道沿いらしいですね、並びが。きつい、朝からきつい。一応ね、狙いはハーデスなので、もしかして取れるかもしれないので突撃したいと思います。寒いね、甲州街道は。人がいません。そりゃそうだよね。510番以上はもう帰りますよ。だってパチスロ510台しかないですから。あとね、結構狙い目の人は300番台とか400番台だったら帰るんで、もしかして取れるかなという期待もあって今並んでます。遠出でね、遠いとこから来てる人はね、もう帰るだろうね、これね。僕近いんでね、並びます、とりあえずね。でも狙い台がね、取れなかったら丸半行きます。今日はズバリ末尾5の隣行きます。なぜかというと、前回のゾロ目の日にゾロ目台に入れなくて隣に入れたので、末尾5の隣の台に行きます。では頑張ります。やっと入れます。なんと11時。あー、ハーデス、あーハーデス。はい、1台も空いてませんでした。あー、サラリーマンが1台も空いてません。マイタージンゴ、本当にフランスパンでホームラン打てません。全く空いてなかったね。はい、1時間何やってたんだろうって感じですね。ということで今からですね、昨日アーセテっぽい台の不発があるので、マルハンのサラリーマン番長を打ちに行きたいと思います。ということで、ベガスベガス新宿東南口店の目の前にあるマルハン新宿店に来ました。こちら昨日ですね、ちょっと強いイベントの日で、サラリーマン番長のアーセテの不発っぽいのがあったので、それの据え置き狙い推理していきたいと思います。それでは、無理、帰ります。開かないね、もう完全に。もうすぐ634番引いた時点で諦めてマルハン新宿店に行けばよかったね。まあこんなこともあるでしょ。それでは次回、パチスロ名探偵ジロー、バシリバッバッバイバーイ。はい、11月5日5時半、さあどっち行く、右のマルハンか左のベガスか。この時間だったらね、さすがにどれか空いてるでしょう。案の定ですね、データを見るとサラリーマン番長、僕の狙いね、推理した台完全にアー設定の出方してますね。それともしそれが空いてなかったら、ベガスベガス新宿東南口店行って、ハーデスだったらいい台でも霧のいいところでやめる人がいるので、それを狙うか。
で半分ぐらい末尾5が出てるので、それを基準にして打ちに行ってもいいですね。マジで？あ、いけたー。絶対これやるやん。大きく戻しね。で、3回以上 A モードは回ってないんだ。で、さらに引き戻し。2回引き戻しあって回ってないので間違いないです。まずはちゃんとね、確認してますから。当たり方も完璧です。ジャッジから解除もしてます。さあ、ボックスからどのくらい出るでしょうか。それとも余るでしょうか。それでは、いざ、勝負。これは珍しい会話だな。当たるんじゃない？マジで？これ。もしかしたらあれ、いただきスナックのマイブレのコメントだったかもしれないですね。チャンスよ。ビッグまだ分かんないから、危ない、ギリギリ使う専用機。天国じゃなかったか。せめて B モード以上。これ、あ、いただきスラッシュ。いただきスラッシュよ。ありがとうございます。これは嬉しい。このパターン嬉しいね。驚きステージの醍醐味だね。待ってる。あのタラワあるあるなんですけど、いただきスラッシュが長い時に限って上乗せしない。上乗せする時に限っていただきスラッシュすぐ終わる。ありますよね、皆さん。大体両方噛み合うときあんまないですよね。解決！
もう忘れることはないから。男の やっぱり焦ってたね。驚き入ります。本日の会、今日はね、これも教えちゃう、僕の経験則独自解説なんですけど、このルーレットで、この数はどうでもいいんですけど、このルーレットの演出って熱いんですよ。でこれでボタンで2本も外れる台は、まあ焦ってるじゃないですね。まあ、あくまで僕の経験則ですけど、まあ、これだからこれは当たります。いきますよ。4番どんどん、お、5分の1中、当たって時間がないんだから、いただきます。ありがとうございます。最後の追い込み頼むよ。9時10分、やりましょう。今日も伸びないね。あまりはあんまないんですけどね。
のあたりで青の頂来ないかな。お？そう、チェリー同じ種類のレア攻略を連続するとね、バババーってね、このシックスカウントめちゃくちゃつくときありますからね。そういうときあったでしょ、あの超満球つくとき。あれはね、例えばオツベル2連続とかね、このシックスカウンター中に連続で効いた場合とかバババーって昇格するんですよ。チェリーとか来ないかな。スイカも拾ったんで、ダッチャー、あー外れるな。ダッチャー穴を狙え、本番なかった。これでもまだ負けですわ。今日もサラリーマン番長の焦ってで負けるのかな。かわいい水着と出玉が欲しい。さすがにこれで当たんなかったらもうやめます。もうこんな時間だから。はい、斜めベルの後は注意してベッドを押すっす。停車しました。いい感じに当たってんだけどね、大爆発がないんだよね。超番長も絶頂も現状一回も来てないけどね。お疲れ様です。結局ね、ユキチ2人置いてきました。出なくてハマりましたね、サラリーマン番長合わせて。いやー、この間バカバカに勝って、その勢いでサラリーマン番長合わせて負けなくなるかと思ったら、また負け癖がついちゃうな。今ね、ベガス新宿東南口店見に行ったんですけど、末尾5の台の隣推理しましたけど外れましたね。大外れではないんですけど、まあ全部じゃないから外れは外れですね。あと末尾5はもう入れないね、関係ないね。うん、まこれといって法則はないですね。サラリーマン番長はど真ん中が合わせてで、相変わらず番長3の壁側の列が2台合わせて入ってて出てましたね。ということでベガスの5の日初めて行きましたけど、5の日で日曜日、マルハンでいうとこの7の日の日曜日、僕あんまり行かないんですけど、5の日の日曜日ベガス遠慮しとこうかな。まあ、今回初めてなんでね、並びましたけど、どんなもんかなと思ったんですけど、しんどい。なんかね、立川のジアスの会話してる人が多かったんで、中央線でね、遠出から来てる人が多いみたいですね。まあ、なかなか競りがきついですよ。まあ、競りが多いっていうのはね、設定が入りやすいっていうので、いいことはいいんですけど、まあ、時間の無駄だなっていうのもあるので、自分としては避けていこうかなと思います。
これはもう団体とかだったらあれなんですけどね、個人プレーでやってますからね、個人事業主としてはね、これからちょっとベガスの5の日の日曜日は遠慮しておきます。あとね、マルハン新宿店のサラリーマン番長の合わせって不発ね、明日隣の列の窓間際が増大するので移動されちゃうでしょ。サラリーマン番長もうあちこちね移動左遷閉店しまくるんで困りますよね。まあどの店もそうですよね。サラリーマン番長もどこの島が固定なんてないですからね。まあ明日移動しちゃうんで不発はないですね。マルハンの推理は当たりましたけど、ベガスの推理は当たんなかったということで、今回は負けましたし、こんな感じです。それじゃあ、またパチスロ名探偵ジロー P ログ見てください。皆さん、へこたれずに頑張ります。バシリババ、バイバイ。から元気ですわ。